続きまして参議院議員の吉良よし子先生、ご挨拶よろしくお願いします。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました先の参院選挙東京選挙区で多くの皆さんのお力で、再び国会へと送り出していただきました日本共産党参議院議員の吉良よし子でございます。今日は行動お疲れ様でございます。さて話がお話ある通り、臨時国会始まったわけです。で、私参院選の時にはもう本当に戦争だけはダメなんだと、憲法だけは変えないでくれ、そういう声をたくさん伺ってまいりました。それは本当に保守の方々からもそういう声を聞いているんですね。で、そういう声があったからこそ実際選挙結果を見れば改憲派の勢力は3分の2以下に参議院ではなったと。にもかかわらず先ほど来ある通り安倍首相は相変わらず改憲議論をこの国会で進めようとしていると、もうとんでもない話だと思います。で、ちなみに先ほど来ある通り所信表明演説もうめちゃくちゃなんですよ。何を安倍首相が言ったのか一応メモをしてまいりました。ちょっとだけ言わせていただくと、最後の方で言うんです。令和の時代、令和の時代って言いながら、そのこの国の目指す形、その理想をしっかりと掲げるべき時ですと。現状に甘んずることなく未来を見据えながら教育、働き方、社会保障、我が国の社会システム全般を改革していく、その道しるべが憲法です。令和の時代にどのような国を目指すのか憲法審査会で議論すべきではないでしょうかと。意味がわからないじゃないですか。なんで教育、社会保障、働き方を憲法審査会で議論するのかと。そもそもそれを壊してきたのが安倍政権の政治なんじゃないですか。教育や働き方や社会保障を良くするって言うんだったら憲法を変えるよりも安倍政権変えた方がよっぽど早いんじゃないでしょうか。で、大体ですね、先ほどある通り安倍首相の会見の狙いが9条にある、戦争をする国づくりにあるのは間違いないわけです。参院選挙の直前にトランプ大統領は言いました。今の安保条約はアメリカが戦争になっても日本が参戦しないから不公平だ。つまりはアメリカの側からすればもう日本の自衛隊にアメリカの戦争に参加してもらいたい、こういう狙いがあるのは明らかなんです。でもね、安保条約っていうのは別にアメリカに対して不平等なんじゃない、日本に対して不平等なんじゃないですか。だって沖縄辺野古の基地をはじめとして米軍基地を押し付けているのがアメリカです。で、安保条約に基づいてオスプレイが縦横無尽に訓練を続けていると、東京でも横田米軍基地周辺でオスプレイが銃口を下に向けて住宅街を飛び回る訓練が行われていると、住民に脅しをかけるような訓練ですよね。そういう不公平な安保条約の下で9条変えられたらどうなるか。もうトランプ大統領のおっしゃる通り、アメリカの戦争に自衛隊が連れて行かれる、殺し殺される国になるかもしれない。やっぱそういうのは止めなきゃいけないんじゃないのかと。だいたい今国会は憲法じゃなくてもっともっと議論すべき課題は山積しているわけです。消費税 10% に増税された、とんでもない話ですよ。社会保障これからどうしていくのか、貿易協定の問題もある、そして関連の問題とか関連の、疑惑とか、そして愛知トリエンナーレの補助金不交付問題とか、もうこの安倍政権の腐敗政治、自由と民主主義を求める戦いをこの国会でやらなければならない時なんです。で、ちなみにトリエンナーレの問題で言えば、葛飾さんからもお話ありましたけれども、決まっていた補助金交付を後から不交付だとしてしまうっていうのはもう自己検閲と言われても仕方がない行為、憲法21条の表現の自由を守る、検閲はしてはならない、これに反する行為なのは明らかなわけです。こういう憲法違反の政府に憲法を変える資格がないのは明らかです。ちなみにですね、政府だけじゃなくて自民党の皆さんも全く憲法の意味が分かってらっしゃらなくって、この間は代表質問に自民党の世耕前経産大臣が立たれたんですけど、おっしゃるには、憲法を改正するのは行政府が行うものではないんだと、憲法改正は安倍政権のレガシー作りにあるわけではないと、
ほう、そうですかと思ったら、最後に、そこで最後に総理に参議院における憲法改正に関する議論に期待するところをお尋ねします。自分が言ってることも分かってないんじゃないですか。ね、それで総理はね、質問、答えに立って、答弁に立って、いや、憲法改正については国会がお決めになることですので、ですが、お尋ねですので、お答え差し上げますけれど、もうこういうね、もう公然と憲法を踏みにじる、憲法違反の立憲主義もわからない議論が、国会で行われているのが現状だと、やっぱりもうこういう人たちにね、これ以上日本の政治を任せておくわけにはいかないんだと、憲法生きる、憲法の実現する政治をこそ目指したい、そのためにですね、先ほどお話ありました通り、野党も結束してこの国会頑張り抜く決意ですし、来たるべき総選挙で必ず政権交代を目指して、私たち日本共産党も頑張り抜く決意を申し上げまして、この場でのご挨拶といたします。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。平吉先生、ありがとうございました。3人の先生のお話、要請行動の際にもですね、ぜひ活かしていただきたいと思います。ここで木田先生も退席されますので、お礼の拍手を送りたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。